淡路島縦断トリップの最中、某ビーチで水没寸前のところを救出したポータブル電源、オーキテル社の P2001。そのポータブル電源で、あまたの高出力な家電を用いて調理を行い、真の実力を暴くのです。定格 2000W、瞬間最大 4000W。電源はリチウムイオンバッテリーの中で安全性が高いとされるリン酸鉄系を採用。1100W もの急速充電を誇る。2000Wh クラスでは、驚異のスペックと価格で他を圧倒するのです。どうぞ最後までご覧ください。つかさんちザ・つかさんファミリーすげえもんゲットした。淡路島のさ、縦断トリップの途中でさ、某ビーチで水没寸前を救出したこのオーキテルさん、これ旅でも使い倒しちゃうね。あのトリップでめちゃくちゃ使ったね。めちゃくちゃ使ったね。バスにはさ、1万ワットアワーを超えるさ、サブバッテリー、それがあるにもかかわらずさ、これめっちゃ使っちゃったよね。あの使えない家電はないと言っても過言ではないぐらい使ったよね。使ったね。多分あらゆるその高出力のやつ使うもんね。使っちゃったし、使えたもんね。これまでさ、持ってたポタ電の 1000Wh クラスやと、旅の終盤やとさ、どうしてもこう充電も間に合わず、ちょっと不安があったやん、残量の。だけど 2000Wh やとさ、もうバンバン使ってもまだまだあったもんね。ね、数値で言うと 1000Wh っていう2倍の容量やけど、使ってみるとそれ以上に余裕があるように思えたもんね。感じたね。この2倍、高が2倍やけどされど2倍、この余裕がむちゃくちゃでかかったよな。つかさんち説明しよう。オーキテル P2001、 定格 2000W、 瞬間 4000W もの高出力を可能とし、容量 2000Wh を誇るポータブル電源なのだ。その出力は AC6、 USB6、 DC2、 シガーライター1、 XT61。 特筆すべきは充電の速さ。AC コンセントから驚異の 1100W という急速充電を実現し、ソーラーパネルにおいても最大 500W もの入力を可能としている。ライフサイクルは充放電2000回で 80%、 3500回で 70%、 0-100% を毎日使い続けてもなお十分な性能を発揮するのだ。災害時に威力を発揮する UPS 無停電電源装置も備えるのです。つかさん今日はこのオーキテルさん使って晩ご飯作りましょうか。はい、はい、まずは何でした？ご飯を炊かないと。まずはご飯ね。炊飯器、はい、炊飯器から炊いていきましょうか。この炊飯器がちょっと線が足りないので延長コードでいきます。850、結構食うね。あ、でも今700、ちょっと落ち着いたね。インバーターやからか0とか700とか、この変動があるね、消費にね。今ずっと0やけどな。大丈夫これ。あ、来た、700。炊飯器が折り返しの残り30分で、今残量の方が 94%、 1000W とか 0W ぐらいを推移してますね。でも大体1000を超えることはなさそうな感じやね。とりあえず炊飯器1個なら余裕ということなんで、もう1個ダブルで IH やってみるか。今炊飯と IH 同時で 1000W 弱。炊飯の方が終盤やからさ、あんまり電気食わへんから、多分同時余裕でいきそうやね。炊飯と IH 同時で1000、500。あ、炊飯がちょっとパワーアップしてくると 1500 とかいくね。でも完全余裕やな。余裕すぎる。
炊飯器があと残り2分という状況なんですけど、はい、オーブントースターと同時にやっちゃいますか、うん、はい、この厚揚げさんをね、オーブントースターで焼いていきます。中でいきましょう。5分、わー、1870、あ、900、1900。でも IH とオーブントースターの中温点、余裕やな、すごいです。あ、ということで炊飯器が終わりました。で、オーブントースターはこんがりいい感じに焼けてきておりますね。次はオーブントースターと電子レンジ同時にいきますわ。さすがに密度じゃ無理なんで IH いきます。はい、今オーブントースター伸びて 871W 中運転。では電子レンジいきますか。はい、この古い電子レンジ、これでいきますよ。はい、届かないので延長コードでしております。温めるのはたこ焼きにピッと、お、うわ、やば、やオーブントースターと電子レンジの同時使用で2000を大幅に超えておりますよ。さあ、オーキテルさん耐えられるんでしょうか。2200W オーバーを、まあ、維持しておりますけども、ねえ、すげえな。電子レンジとオーブントースターやで、どちらも家電の中では最強コンビでしょう。ただ安定感があるね。 2200W ちょいオーバーいけるんじゃない？あ、あ、両方か。どうじゃったね。たこ焼き出来上がり。お父さんの方もどうでしょうか。あ、そんなこう。裏返すか。うん、意外と。裏返しもう一回焼こうか。はい、最後なんで仕上げで強運転いっちゃいますか。はい、強運転 1200W 弱。やっぱり余裕やわな。余裕すぎたね。電気ケトルで湯沸かしますか。よいしょ。ちょっとな。オーブントースターの強運転と電子ケトル。これどうやろう。いかないね。うん、このトースターもやっぱり強とはいえゼロとか、あの出力はある程度調整するから。同時にマックスもし動いたら2000を超えると思う、うん、あ、2000来た、2000来たね。多分今トースターがヒーターがオンになって2000超えてます。2000でも100は下回ってますね。ヒーターはこうこうとついてますけども、先ほどの2200どころか2100をもう下回っております。余裕やね。結局余裕ってことやな。こんだけ電気使い倒して、うん、いいやね、やっぱり。出来上がり。すべての調理が終わりまして、残量 56%。 半分近く使っちゃったけどさ、うん、でもね、全部今日の料理大きてるさんにで頼っちゃったもんね。うん、そんだけやって ね、半分以上残っとるからね、すごいね、大きてるさんのパワーがね、うん、すごい、うん、しかもさ、すごいのはさ、運転中ファンが一度も回ってないよ。普通冷却のファンが回るやん。全然回らなかったな。めっちゃ静か。今ちょっと音してるのはね、この換気扇、音はね、ちょっとこれは聞こえるかと思うんですけども、オーキテルさんのファン、いや、もしかしたら鳴ってたかもわからんけど、全然わからんだね。はい、ではいただきまーす。いただきまーす。つかさ産地。では最後に
オーキテルさんで感じた素直な感想、うんうん、良い点悪い点まとめましょうか、うん、良い点まずは思うんやけど、自分で調べた限りやけど、アマゾンで2000ワットアワークラスでは最安やと思う、うんうん、過去の価格の推移とかも調べてもだいたい最安15万円、うん、2000ワットアワークラスで、うん、リンサンティスのバッテリーのタイプで15万円は一番安いと思う、うん、あのもう一つはさ、ポータブル電源今主流なのは三元系と言われるバッテリーのタイプと、うん、リンサンティス共有バッテリーの2タイプが今主流なんやけど、うん、こちらはリンサンティスなんや、だから安全性が高いと言われてるから、うん、それもいいよな、うん、あとはさ、うん、その PSE 認証第三者機関がさ、ちゃんとこいつを検査してそれを認証を与えとると、うん、というところはやっぱりこう目には見えてこないけど安心感があると思うよな、まあ、国内サポートもあるだろうし、うん、保証がね、うん、そこもまあね、うん、万が一の時も安心やね、うんうん、あとはさ、うん、すごいのがさ、充電、うん、爆速なんよ、うんコンセントからやったらもう1100ワットで爆速で充電するからさ、それはすごいいいね、多分電池はそれ負担かかるとは言われてるんやけど、もうそんなことどうでもいいなと思えてしまうぐらい急速充電がありがたいと思う。あともう一つはさ、充電のケーブルをこの中に収納できるってことかな、うん、電子機器って多いけどコンセントだらけになってくるわけですよね、実際に某ポータブル電源のケーブルなくしたりもしたやん、どれがどれかね、そう、どれがどれか分からないようになってくるから、ここに収めておけるっていうのはすごくいいかなと思う、では最後に悪い点もちょっと挙げときましょうか、ね、悪い点はですね、この電源ボタンがね、長押しなんですけど、これ長いよな、ね、2秒以上は感覚としてあるよね、ずっと押してさ、まだみたいな感じやもんな、これはちょっとイラストとしては耐えられへん時間やな、ぶっちゃけこれはもっと早くついてほしいね。あとはさ、この入出力ポートが3箇所に分かれてるところ、各種スイッチとか DC は正面で、充電側は左側で、右側はこの AC っていうふうにね、分かれてるから、3つ同時に使うことはまあそんなないかもしれんけど、まあ二方向には絶対使うよね、うん、というところでさ、まあ、やっぱり線がもう収集つかなくなって収まりが非常に悪い、それはちょっと旅中もすごい実感したな。あとあれよね、このそれぞれ蓋がついとるけど、このチープさねこの上この蓋もまあぶっちゃけチープ、もうちょっとこれの強度が欲しいね、安心感が欲しい、大きいのと重い、そうやな、三元系と比べてやっぱりデメリットなのはエネルギーの密度というか低いので、やっぱり本体もでかくなるし重たくなっちゃう。2000ワットアワークラスの三元系と比べたらはるかにでかくてはるかに重い。っていうのは悪点かな、うん。あとはあれやね、もう今時のポータブル電源やったらスマホと連携してほしい。スマホで電源のオンオフできたりとか、AC のオンオフとか、AC の個別にその口数に応じてどの口をオンにするかオフにするかそれぞれで、そう、それで操作できるようになってほしい、それができたらもう何もいらんかもしれない。まあでもそんなとこかな、悪い点と言ってもな、悪い点というよりも今後の次世代のモデルでそういうのが備わればいいかなっていうところかな。塚さんファミリー、断熱の塗装をね行っていきたいなと。おお、他にサビが出てきております。雨漏りの原因としてはこの辺もかなりね疑わしいなと思うので、この辺ここでね溶接し直してあると、溶接した部分がね、少し目立っておりまして疑わしいですね。ワイヤーブラシで削る、雨漏りしている兆候が一切ございませんですけども、雨漏りの補修に終始してしまった回となりました。電子レンジを温めつつのオーブントースターの強風船切れた。
2560ワット、約3分ぐらいでノックアウト。